三好修雄三好修雄3月9日から1982年1月19日は日本の内務官僚、感染府県知事、広島県出身、雑貨省、農業、三好重視の長男として生まれる。修道中学第一高等学校を経て、1925年3月、東京帝国大学法学部政治学科を卒業。百二十四年十一月、 高等試験行政科試験に合格。1925年4月、内務省に入る警視庁属兼警視庁警部となり、保安部建築課に配属。1925年6月、内務属となり警保局保安課に配属。以後、地方警視、新潟県警察部保安課長、岩手県内務部所務課長、内務事務官、地方局配属、京都府内務部所務課長、 長野県所期間、経済部長、内務所期間、地方局所務課長、地方局財政課長、大臣官房会計課長などを歴任。1942年1月、福井県知事に就任。同年6月、内務省警保局長に転じた。1943年7月、岐阜県知事となり、情報局次長を経て、1945年6月、 京都府知事に就任終戦を迎えた。1945年10月、出原内閣の内閣副書記官長に就任し、1946年1月に退官。同年9月から1951年10月まで公職追放となった。1947年1月、合組に入社し、副社長、会長を務めた。その後、 1957年6月から1967年10月まで公営企業金融広告理事長同総裁を務めた。1980年1月自治省特別顧問となった。1982年1月19日死去。去年83。ありがとうございます。